それでは行きましょう、せーの、あげらべーとお送りしていきたいと思います。さあ今回はですね、もうすぐ子供の日がやってくるということで、この子供の日にちなんだお弁当を作ってくれてるみたいですよ。どんなのが出来上がってるのかな。それでは早速どうぞ。どうも、あげら弁当のお時間でございます。今日のキャラ弁なんですけれども、ほらこれ見たらわかるでしょ、子供の日弁当ですね。これはね、スタッフが作ってくれたんですよ。あって書いてありますけれどもね。なんと今日はお便りイラストもいただいております。それがこちらでございます。あら素敵じゃないですか。こちらですね、大園椿さんからいただきました。やっぱりこの鯉のぼりは欠かせないんじゃないでしょうか。子供の日弁当、今日も作っていきましょう。まずは作戦タイムです。ちなみにですね、先ほど被っていた兜なんですけれども、うすうす自分でも気がついてはいたんですが、サイズが合ってないということで外しました。こちらですね、メインとなるのはやっぱり鯉のぼりですよね。今日はですね、ちょっといつもと趣向を変えてサンドイッチとかでこの鯉のぼり作っていけたらなと思います。で、ただ一個ちょっと気がかりなのが、鯉のぼりの鱗の感じとか、どうこう華やかに見せていけばいいのか、作りながらおいおい考えていきましょう。子供の日弁当チャレンジしていきたいと思います。鯉のぼり作っていきたいと思います。材料はサンドイッチ用もののパン、ゆで卵、塩、砂糖、バターにマヨネーズ準備してあります。まずはこちらのゆで卵をですね、こちらの中に入れてフォークで潰していきます。よいしょ。僕的にはこれぐらいが好きなので、これで位置を潰すのは OK です。ここに調味料を入れていきましょう。お塩を軽く振っていきます。このお砂糖をちょっと入れます。では最後にマヨネーズですね。また混ぜましょう。黒胡椒振ってあげたりとかしても結構好きなんですけどね。はい、こんな感じでサンドイッチの具が完成しました。さあサンドイッチの具材出来上がりましたので、この後ですね、パンでサンドしていきたいと思います。鯉のぼりを作るということで、ちょっと普通のサンドイッチとは違うやり方でやっていきたいと思います。そこで登場する道具があるんですね。それがこちらでございます。巻き簾を使ってロール状のサンドイッチを作っていきたいと思います。この上にラップを敷いていきます。サンドイッチ用のパン、これをですね敷くわけです。で、この上に軽くバター塗ってあげましょう。はい、マヨネーズと和えた卵を乗っけていきます。均一に乗せてあげた方がいいでしょうね。これを巻いていくわけです。ギュッ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 と、おー、いい感じじゃないですか。あとはこれをラップをくるくるくるっと巻いてあげると、はい、簡単なのにこんなに可愛らしくサンドイッチ出来上がりました。鯉のぼりのベースの部分は完成です。さあサンドイッチが出来上がったわけなんですけれども、あのサンドイッチのどこが鯉のぼりかと、今回ちょっとすっごい材料を見つけちゃったんですよ。ここでアキラのキラキラポイント出ました。今日のキラキラポイントですよ。鱗を表現してくれるこう素晴らしい、食材というか材料、これ発見したんですよ。それがこちらでございます。ドン、フェルトです。嘘です、これね。でもフェルトに見えるでしょ。これ野菜シートと呼ばれるようなものなんですけれども、型で抜きまして、可愛らしくですね、お弁当を彩ったりであったりとか、仕切りをつけてしまえば食べれる仕切りになったりとか、これから欠かせないアイテムになるんじゃないのかなって言えるぐらい便利なですね、材料なんですね。ではこれ型で抜いていきます。こういった丸っぽい感じの型抜きがあれば便利だと思います。はぁ、あ、はぁはぁはぁ、抜けましたね。これすごい簡単ですよ。3色ありましたので、それぞれ全部ですね型で抜いてみました。先ほど作った、サンドイッチ両端だけカットしましょうか。接着剤の代わりにマヨネーズを準備してあります。こんな感じでね、塗ってトントントンと、でこうまたね半分ぐらいかぶるような感じで乗っけていけば可愛くなるんじゃないのかな。ほら完璧、鱗に見えるでしょ。
可愛くできましたので顔のパーツをつけてあげたいと思います。チーズで口の部分、目の部分、ヒレの部分を用意してあります。マヨネーズでくっつけてあげましょう。これをつけてあげれば、これは素晴らしい。どう見てもこいのぼりでしょ。野菜シート便利でしたね。他にも色ありますので何種類か作ってあげてください。はい、まさにキラキラ。さあそれでは最後に盛り付けていきましょう。先ほど作ったものとは別にウインナーで作ったこいのぼりであったり吹き流しあるでしょ、サンドイッチと野菜シートで作ってあります。こいのぼりから入れていきましょう。緑と黄色のこいのぼり、金太郎のはずだったんですけどアフロヘアの子みたいになっちゃいましたけれども、詰めていくと。で、あと空いたところにガズとか野菜などなど詰めてあげてください。いいじゃないですか、彩り豊か。やっぱり野菜シート使ったからでしょうね。カラフルに出来上がりました。子どもの日弁当完成しました。さあ出来上がりました。こちらが子どもの日弁当でございます。あの野菜シート、あれは良かったですね。こちらの金太郎、アフロヘアの子にも見えなくはないですけれども、そしてこちらの鯉のぼりですね、いっぱい作ってずらーっとまたお弁当に敷き詰めても綺麗じゃないですか。さあそれではね、この出来上がったこのカラフルな子どもの日弁当早速いただきたいと思います。今日ねすごく便利だったあの野菜シート、実際味はどうなのかと鱗のところガブッといっちゃいたいと思います。よいしょ、取りまして、薄味で塩味が効いてますけれども、卵サンドの味は邪魔しませんよ。いろんな料理とかでも味の邪魔をしないと思うので、やっぱりそういった味の面でもこれはすごく便利だと思いますね。いや今日はこれに救われましたよ。これやっぱり鯉のぼりじゃなくても普通にねお魚としてお弁当とかでいろいろ作れたりとか、これ1個あるだけで結構キャラ弁のバリエーション広がってくるんじゃないですかね。ぜひともこの、子どもの日弁当、そして野菜シート、あれもぜひとも使ってみてはいかがでしょうか。以上、あきら弁当のお時間でした。これスタッフが作ってくれたんですけど、やっぱ一人でこれつけたら余計虚しいですよね。これもう全然サイズ合ってないし、これちょっとゴムがかゆいっていうね、もうゆるゆるや、ほら落ちた。何最後アキラキッズの悲しいんですか。なんか切ないね。最後切なさ出してきますよね。しょげてた。シュールに回っていきますね。すごかった、野菜シート、新たな、ね、アイテムが登場しました、ね、すごいですよね。カラフルで可愛かった、うんうん、はい、ということでその野菜シートはとっても便利なのでアイディア次第でめちゃくちゃ活用できますよと。本当ですね、はい、あとパンに具を乗せるときはのりしろを作って巻くとうまく綺麗に巻けるというふうにあきらくんのコメントでいただいてます。あれ入れすぎてもこうビーって出そうですよ、うん、ね、調整してね。あのシートってもっと早く出すべきでしたよね。今までのね、いろいろ色混ぜたりとかね作ってたんですけど、いろいろアイデアがほらいろいろあるから、ね、情報も更新していくんですね。そんなアイデア満載のね、はい、あきら弁当にあのお手紙来てるみたいです。久美子さん、はい、じゃあ私の方がご紹介したいと思います。はい、あのですね、いただきました。ちょっとねお名前はないんですけれども、はい、毎日飽きずに見ています、キラキラといただいております。ありがとうございます。あきら弁も楽しく見ていますと。でうちの友達もキャラ弁を作ってて、はい、それがかなりのクオリティなので、すげー、挑戦状紹介していただければと思いメールしましたといただいておりました、うんうん、どんなお弁当なのかな、ちょっと見てみましょうか。どうぞ。わーお、すげー、めっちゃすげー、これキノコがかわいい、ね、すごいですね。いやーかわいい、クマですか、キュンキュンしちゃう、豚ちゃんあれしたの、本当だ本当だ、いやかわいいわ、これはすごいわ、手が込んでる、ね、ちゃんと野菜も入っててね、バランスもいいですね。 ありがとうございます、お見事です、素敵、食べるのもったいないです ね、 ね、 ね、まあまあ、またこのほらこのコーナーでやってるもの、うん、アイテムをちょっとずつ加えてまたすごいお弁当とかね作られてもいいんじゃないかと思います。お便りありがとうございます、ありがとうございます。はい、というわけでお送りしました、以上あきら弁当のコーナーでした。では CM の後はインフォメーションをお送りします。ちょっとここにサンドイッチ置いてもらっていいですか。はい、サンドイッチの1位、いちいちうるさい。